第8回目の、理数科学の、講義をします。で今日はね、まず無機化学で HF の実験をしましたね。HF に、ガラスに HF をかけて、で、掘ったものをね、見てもらいたいと思います。これ普通のガラスですけど、ガラスに HF という字を書きました。ね、そこに HF を流したら、HF が流れたとこだけ溶けて、こういう字が書けてます。見えてますかね？ちょっと見えるとこまで来てもらって、こう、下に置いた方が見やすいんで、HF と。はい。今日やるところはね、この前、見てもらったんですが、教科書144ページの平行移動とルシャトリエの法則というところです。このルシャトリエの法則というのは一般に化学反応が平行状態にあるとき、濃度、圧力、温度などの条件を変化させると、その変化の影響を和らげる向きに反応が進み、新たな平行状態になる。で、重要なところは、その変化の影響を和らげる向きに進むということです。で、これをどういうことかというのを説明していきます。まず、濃度変化と平行移動。H2 と I2 が、HI になると。これが平行状態になっているというのは、どういうことか言ったら、H2 と I2 と HI がそれぞれこういう状態。今の、HI を1、2、3、4、5個書きました。I2 を3つ書いて、H2 が1つあると。でこういう状態のところに H2 を加えたら、これ平行状態なんですよ。これが平行状態なんですけど、瞬間的にね、H2 を加えたら、これはまだ平行状態じゃないんですけど、ある平行移動して、こっちが平行状態になると。H2 を加えたらどうなるかということなんですけど、変化の影響を和らげる向きというのはね、H2 加えたら H2 多くなってますよね。でこれはH2 の割合が多いんです、ね。だから和らげる向きというのは、H2 を減らす向きに平行が移動することです。H2 が減る方向というのはね、これ、右ですよね、これ。これ答え、右。ここのところは三択試験問題とかは三択になるんです。右向き、または左向き、または移動しないのどれかです。この場合は右向きに移動します。右に移動したらね、今ちょっと書いたんですけど、H2 と I2 がね、2つずつなくなって、HI が今2つできたと。もっとできなかったかな。HI がまあできた、様子を書いたんですけど、この元に近い状態に戻ると、近い状態、まあ、同じ状態じゃないんですけど、近い状態に戻るということです。割合的にね、この H2 がちょっと少なくなってますけど、ここに H2 をポンと入れたら、H2 を減らす方向に平行が移動する。H2 が減る方向というのは右やな。右に進んだら H2 と I2 が減って HI が増えるということです。これ、問いに、教科書の問いに、下のところね、これ4つあるんですけど、3つだけ書きました。H2 と I2 と、HI が入っている反応で、平行状態で、I2 を加えたらどうなるか。この状態で I2 を加えたらね、どういうふうに考えるか言ったら、I2 が減る方向に平行移動すると。ね、I2 がわーっと多くなったんで、自然界は何でか I2 が減る方向に進むんです。これ、I2 が減る方向というのはこれ右やな。右、こっちになります。次、HI を加えたらどうなるか。HI がいっぱい入ってきたらね、いつも逆を考えるんですよ。ルシャトリエの法則っていうのは、その変化の影響を和らげる向きやから、これは HI を加えたら左向きになる。左や。ね。H2 を除いたらどうなるか。H2 を除くというのは H2 を取ってしまうね。取ってしまったらね、なんでか H2 を増やさないといけないんで、これも左だな。矢印で書きましたけど、これ、左で結構です。これはちょっと理解するの難しいですね。これ、大体半分ぐらいの人が間違うんです、これ。ね。
圧力変化と平行移動です。これも難しいですね。NO2 って赤褐色色してるんです。こんな色。ね、こんな色です。赤褐色色。で、NO2O4 っていうのはね、無色なんです。NO2 と NO2 がくっついたら N2O4 無色になるんですけど、これ、圧力を高くしたら、気体の総物質量が減る向きに平行が移動すると言います。総物質量というのはこれモルのことですよ。物質量というのはモル。圧力高くしたらね、これ圧力高くついたら加圧って言うんですけどね。加圧したらね、加圧したら右向きに行きます。答え右なんですけどね。加圧したら右。で、なぜ右に移動するかというのを今説明しますよ。ね。あ、これ NO2 今ね、こう4個入ってると。ね。4個入ってる。こう、カッとこう、圧力、2倍にするんです。ほんならこの体積が半分になるんですね。これもうものすごく、居心地悪い状態ですね。なんか圧力がカッとこう、狭いところに4つ入ってる状態なんで、こう、圧力2倍になってしまうんです。こういう状態はね、ものすごく息苦しい状態なんで、自分たちが反応してね、ちょっとでもこう、分子を減らそうというする方向に反応が進んでしまうんです。今、これとこれが、この NO2 とこの NO2 が反応して N2O になった図を書きました。で、見てほしいのはね、これ今こんな状態ですけど、これ、赤褐色やな。で、こうガッと押したらね、これやっぱり、半分の体積のところに NO2 が4つ入ってしまうので、色濃くなるんですね。濃くなるんですけど、この状態を保ってたらね、ちょっとね、これ反応が右に勝手に進んでね、この N2O4 ができるので、ちょっと色が薄くなるというのを観察してほしいです。わかりにくいですけどね。ちょっと待ってくださいね。これ今ちょっと前に来て、まあ、わかりやすいところで撮ってもらいますけど、今こんなにやろ。で、半分に縮めます。だから濃くなりますよ。で、濃くなんだけど、その状態で置いといたらちょっと薄くなるで。いくで。はい。わかりましたか。もうちょっと上げておこうかな。最初こんな色でしょ。ちょっと NO2 がたくさん入りすぎてるのかわかりませんけど。もう一回見て。こうやって半分に押します。あ、ほら、え、ちょっとこの状態保ってちょっと薄くなりますよね。一旦黒くなれ、赤褐色の色が増すんですけど、そのまま置いといたら、平行移動して NO2 と NO2 が反応して、N2O4 が少しできていると。そういう平行移動が起こりました。今、この図の説明したんですよ。次は演習問題いきます。SO2 と O2 ね、反応して SO3 になる反応、これ SO3 は普通は固体なんですけど、今は気体として考えてます。で、これで圧力を高くしたらどうなるかということなんです。これね、圧力を高くするっていうのはね、自分らで圧力少なくする方向に平行が移動するんですね。圧力が少なくなる方向というのはね、分子の数がね、減る方向なんです、ね。分子の数が減る方向というのはね、これは右向きと。これ、どういうふうに見るか言ったら、まあ、SO2 が2つあるな、O2 が1つ、全部で3つやな。3つで1足す2って見るんです。で、右の反応はこれ2つ。反応が右に進むとね、SO2 が2つと O2 が1つで SO3 が2個できると。2たす1で3から2になると。分子が3から2に減るということを表しているんです。さっきのやつはな、2から1に減ってるな。だからこれは答え右やって。今の場合も圧力高くしたら3分子から2分子になる方向、右向きに移動します。これ下の問3の問題の2番目です。N2 と O2、この場合は NO が2つできてます。これを圧力高くするとどうなるか。これはね、1と1やろ。これ2分子。こっちも2分子。2分子から2分子なので、
これは、同じやな。だからこれは平行移動しません。右でも左でもない。移動しないでこう書いてます。移動しない。ね、平行移動しない。最後、温度変化と平行移動ということですが、こんなこと書いてます。NO2 が N2O4 になるとき、プラス 57kJ って書いてます。でこの熱化学方程式の意味は、ここ矢印じゃなくてイコールになってます。熱化学方程式はイコールなんです。でプラスというのは、これは発熱反応。反応熱は 57kJ。これ1モルにつき 57kJ の熱が出るという。でこの式見たら何が分かるのか言ったらね、右向きに反応が進むと熱くなります。発熱反応がどん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 熱くなるという意味です。右向きに反応が進んだらね、右向きに平行移動したら、発熱すると。これ、この状態で今、温度を上げたらどうなるか。このね、こう容器があって今20度 C ですよな。加熱します。加熱したらまあ50度 C に加熱したらします。この状態、これは今20度 C が平行状態だけど、こう一時的に50度 C にしたら、自分らはやっぱり元に戻りたいという方向、20度 C に向かって戻りたいという、そういう反応が起こるんですね。これ、右か左かというとね、この場合は温度上げたら左やな。こう右向きに進んだら発熱反応なので、その逆というか、今、温度変化と平行移動というのを説明しましたが、今日で8回目で、中間試験までは9回で終わりなんです。もう次回で終わりです。次回ね。今日8回目やりました。で第8回目のセミナーの範囲が77ページの例題18と79ページの129から131。これをやっておいてください。はい、今日はこれで終わります。